ここにお相撲さんがたくさんいます。なんでもね、白鵬に挑戦できるらしいんで、僕は白鵬から一本取ってやりたいと思います。なんでもこの白鵬に挑戦するやつは抽選50人の中から5名しか選ばれないらしい。今抽選の列に並んでます。あんまいないんだけどな、5名はちょっと倍率が高いな。見えちゃうんでこういう角度でやらせてもらっていいですか。はい、当たりが赤、当たりが赤。1個だけ引いてください。いきなり引いてる。うわ、へっぱし。なんでだ。はい、じゃあどうぞ。すごいけど。いきます。じゃん。あー、なんだ、くっそー、相撲外れたー。後ろの部分、あー、白鵬とやりたかったよ。悔しいなぁ。はい、ちょっとまた笑っていいですか。まず、こちらのブースは何をやってるブースなんですか。ニコニコ学会ベーターです。ベーターです。ニコ学会、ニコニコ学会。ニコニコ学会とは、ユーザー参加型の研究を広めている学会。そうです。なるほど。あ、ユビーの制作者は、お、すごいそっくりですね。ずっと見てると視線をくれる、くれる。そうなんです、気まぐれですか。あ、あ、見てくれた、すごい。ユキリの海の親、はい、これはなぜこういったものを作ろうと思ったんですか。なぜこういったものが、もう自分だけのユキリンが欲しくて。はい、これズバリ、これエロ、エロですよね。え、エロじゃないです。エロじゃない、断じてエロじゃないですか。愛です。愛ですか。はい、ありがとうございます。こんなのも展示されてます。すげえ、自衛隊がブース出してるぞ。どんな人でも OK、 どんなコンビニでも、めっちゃ米兵やん。米軍と写真を撮りませんか。米軍と写真を撮りませんか。すごいな。あ、しかもすごい列だな。おお、ここはパズドラだぞ。パズドラやで、みんな大好きパズドラ。マックスブライトはこれ来るんじゃないか。これというわけで、ニコニコ超会議3に、遊びに行ってきました。総評としては、まあ、楽しかったね、楽しかった。まあ、YouTube の、イベントでちょっと前に、まあ、なんとかウィークみたいなのがあったけども、まあ、それが完全に滑ってたのに比べたら、やっぱ3回目ともありね、ニコニコ超会議はもうかなり、大盛況、5、6万人来たのかな、うん、大成功と言って良いんじゃないでしょうか。はい。
あの、参加してたね、企業とかブースも、すごい本格的で、うん、どれもね、結構、やっぱ見応えがあったね。あ、ただ、まあ、一つ、ちょっとケチをつけるのだとしたら、来場者のな、ファン層だね。ファン層が、ニコニコ超会議に来てた、お客さんの人たちが、なんかちょっとみんな、負のオーラが漂ってるような、こいつ、絶対友達いねえよなっていう、こいつ絶対、引きこもりだろってやつが多くて、で、俺なんか、縁結びっていう企画に、まぁ、ちょっとその、カメラ持ってね、入ったんだけども、俺の前に並んでるやつも、後に並んでるやつも、どいつもこいつも、カメラ回って生放送してんのに、もう声張れないみたいな。ボソボソ喋る。あと言いたいことが特にないみたいな。でね、お前なんでここに上がってきたのみたいな。うん。なんか隔離病棟みたいな、お客さんが多かったですね。うん。まあ、それだけで、でも、参加してる企業とかね、ブースはね、やっぱ面白かった。うん。ニコニコの方が全然面白かったね。ということでね、結構面白かったです。ぜひ、来年あるとしたら、僕は、あれですね、なんか、どっかで枠をもらって、僕もなんか出し物をしたいと思いました。ということで、動画がですね、今回3つ上げたうちの1つが、あれです。ゼータの方に上がってます。サブチャンネルの方に上がってるんで、ぜひそっちの方も見てください。かなりエロいです。ということで、柴田からの、ニコニコ超会議3、報告でした。